他は正面にはねられてる。もう動いて動きがあってもいい。もともとその僕も大好きで、素晴らしい日本のオリジナルミュージカルのもう傑作で名作で宝物だと思ってたんですけど、これをまあ自分もやらせてもらえることになって、しかも土井さん、中中さんはじめとする音楽座の皆さんも参加して、元か音楽座の皆さんも参加してくださって、まあ、新しいシャボン玉が作れるっていうのは本当にもう夢のようなことです。でやりながら素晴らしさにもうおののくっていうか、これがうまくいかなかったらもう単純にやってる僕たちのせいということで、作品はもう本当にどうやってこの作品できたんだろうって毎日考えてるぐらい素晴らしい作品で、学ぶことはたくさんあるので、とにかくたくさんの方見ていただきたいですし、日本が誇るミュージカルだと思うので大切にお届けしたいなと思います。私にとりまして、このシャボン玉飛んだ、ソロまで飛んだで、ゆうこさんが大切に演じていらっしゃったお役に務めさせていただくことは人生最大のチャレンジだと思っております。最後まで吉尾さんはじめ素晴らしいキャストの方々、そしてスタッフの方々と心を一つに努めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。31年前、僕が音楽座に入った年、入団した年にこの作品が生まれて、僕はこの作品で、俳優として、第一歩を踏み出させていただきました。まさか自分がまたこの作品の舞台に立てるとは本当に想像もしてなかったんで、今本当に震えが止まらないというか、なんて言ったらいいんだろう、言葉ではちょっと言い尽くせない、今すごく感動というか、これから始まるんだなとい う, こう躍動みたいなものを全身を駆け巡ってるんですけど、とってもいい作品だと思いますので、日本初のエンターテインメントとして、これをきっかけにまたこうどん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 成長していってほしい作品でもあるし、皆さんに見ていただきたい作品です。どうぞよろしくお願いします。今の気持ちがもうバックバックなんか、なんだろう、すごい作品を目の前にして、なんていうか気合が入るというか、ちょっとおののくというか、なんかそんな気持ちで、でもこのシャボン玉飛んだ、空まで飛んだっていう作品が今こうして皆さんにまた新しいシャボン玉として本当お届けできるのは本当に幸せなことで、ぜひたくさんの人に見ていただきたいです。本当に毎日稽古場の時からキャストの方も毎日ほぼほぼ号泣しているような状況で身内の芝居を見て泣くのはいかがなものかと思ってたんですけど、昭和の作品でありながら今この作品をやるっていうことにすごく意味があるような気がして、大切に大切に演じていけたらなと思っております。僕はこの作品を見てこのミュージカルの世界に飛び込んだんで、その作品にこうやって出させていただいていることに、もう本当に毎日奇跡というか、本当に素敵な現場でやらせていただいて幸せを感じています。本当になんかこのまた令和の時代に作品自体は昭和の作品なんですけど、なんかまたこうメッセージがすごくこう心に響いてきて、愛のあふれる素敵な作品なので、ぜひぜひ知らない方も、昔この作品を見て感動した方も、また新たなシャボン玉が出来上がってますので、ぜひぜひ見ていただけたらと思います。31年前に私や畑中さん、吉野さんが、浜田めぐみさん、所属しておりました音楽座カンパニー、音楽座カンパニーというところがありまして、そこでこの作品は産声を上げたんですけど、その時は本田劇場で、畑中さんももちろん私も一緒に小道具作ったり、セットを作ったりしながら幕を開けた作品なんです。なので今日このたくさんの囲みの皆さんを目の前にして、31年前のあの頃の自分たちに教えてあげたいなっていう気持ちがしました。この車で楽しんでください。でも結構 SF の話でもあって解釈っていうんですかね、土井さんと畑中さんが一緒に作られたもんなんですけど、やっぱり今回またその新しい演出で、小林和也さんの演出でこれをどう解釈しようかとか、宇宙人とかね、何でもありでもあるので、
みんなで結構話し合いましたよね。話し合いましたね。うん、あとは畑中さんと吉野さんがとても大変な忙しいスケジュールの中、うん、そうそうハプニングとイヤマップニング。だって恵子さん先月もクリア出てたんですよ。30日まで出てて、ここ歌舞伎座かなと思って。あの3日ぐらい開ければまた次伝統芸能、伝統芸能畑中さんもね、お隣の劇場でね、はい、スグループ出てて、すごい、そういう働き方もできるんだね。始まったらどうなっちゃうのかなっていう、あのもう気持ちです。あの素晴らしい作品なのは分かってますし、本当に笑えて泣けて、もうこれ以上ないっていうミュージカルだと思います。で今回はきっと音楽座バージョンになかったと思うんですけど、あの、まあ、カーテンコールっていうんですかね、特別な、 あまり言うとあれかもしれないんですけど、またそれがもう涙腺崩壊っていうか、まあ、それどう受け入れられるかちょっと分からないんですけど、まあ、今日まず音楽座の人がそこで泣いてるかをチェックしたいと思います。でも本当にあのミュージカルファンであれば、あのいろんな思いが渦巻くという作品というか公演になっていると思いますし、あと初めてこの作品に触れる方がまたどう受け止めてくださるかというのもとてもあのワクワクドキドキしておりますので、とにかく一度この作品を経験しに触れに来ていただきたいと思います。お待ちしております。ありがとうございます。